多くのゲーマーが短期だってことを俺はビデオ屋のビショップから学んだ。会計の時だった。俺は金を持っていなかった。いや、正確にはすっからかんだった。なぜかっつうと、昨日デスマッチバーで会ったすげえいい匂いでスカーレット・ヨハンソンに似たまぶい女と朝まで飲んでたらしい。諦めて仕事を受けることにした。流れ者の殺害依頼、早速現場に向かってやつを待つ。そこに現れたのはイケメンクールガイ。強そうなのか弱そうなのかもたっぷりわからない。彼氏はスタイリッシュに登場して、疾走走者躍動重爆戦律、一件落着のはずが、この女が現れた。女の名はシルビア・クリステル、全米殺し屋協会のエージェントだと名乗った。おめでとう、ランキング入りよ。第11位の殺し屋として認定されました。10人のランカーを殺してランカートップになりたくない？つまりランキング1位になることが俺の目的だ。どうだ、短くて分かりやすい説明だろ。道のりは長く険しい。すげえ楽しいかもしれないし、すげえヤバいことになるかもしれない、すげえ辛いことが待ってるかもしれない。でもよ、どうだ、一つ提案だ兄弟、行けるところまで一緒に行こうぜ。そしてテレビの前でコントローラーを握っている兄弟、 A ボタンを押してくれ。殺戮の旅に出かけようぜ。ここは楽園などではない。そうかい、じゃあ何なんだ。ここは死に場所なんだよ。少しは分かってるんだな、自分の立場。見事だな、この瞬間を待っていたぞ。聖剣という称号を今貴様にくれてやる。バカかてめえは、そんな権威には興味ねえんだ。最強のやつを決めりゃいい。ならば極めよ、殺しの道を。ああ、楽園に案内してやるぜ。久しぶりに別れた妻から連絡があって、娘にも10年ぶりに会えたんだ。予約を取るのが難しいゴージャスなイタリアンレストランで食事をしてね。その後一緒にカラオケにも行った。で、味はうまかった？残念ながら場がどうも白々しくてね。娘は一度も私を見ようとはしなかった。食事は血の味がしたよ。おっさん、あんた相当の中毒者だ。それでは夢で会おう。あんたって本当に紳士だね。背中を見せてるのに切らなかったなんて。私も舐められたもんだ。そろそろいいか。お前だけは絶対許さん。ここで会ったら100年目親の敵打ち取ってくれるわ。なんだか知らないけど時代劇の見過ぎだクソガキ。迷ってるんだ、早く殺せ。めんどくせえ、死にたいなら俺を倒してから死ねよ。いつでも相手してやっから這い上がってこい。それまで待ってるぜ。では存分に戦おう。スポーツマンシップにのっとってお互い正々堂々と戦おうじゃないか。よろしく。じゃあよろしく。デストロイスパーク。にゃー
超面白い。なにこれ、マジウケるって。憎いじゃねえかこの野郎。試練ってやつは格別だ。お前はもう死んでいる。お願い、助けてください。ほらよ。ねえ君、戦いは好き？好きだ。だったら殺しは好き？大好物だ。ねえ、死を受け入れる？そんな話もうやめようぜ。意味なんかあるわけないだろ、特に殺しにはな。そういうの考えるのは文学少女の悪い癖だ。平凡な殺し、失望感は否めない。ムードによってんじゃねえ。正常な殺し屋はベラベラ食べらねえで、相手を見るなり速攻殺す。何なのこれ。同情じゃないわね。女は殺せないってこと？哀れな男、女子供を殺せないようじゃ三流の殺し屋、ランクを上げても意味ないでしょ。いいことを教えてあげるわね。殺し屋が負けるときは死ぬときよ。ちょっと嬉しかった。あなたが躊躇した瞬間、抱きしめられた気がしたから。おい、ちょっ。文学少女っていうのは夢見がちなの。待て、おい、ロケ。すまない、6位の人、恥かかせちまったな。あんたが5位のやつか。熱心ブラスター、点火準備。準備完了。メインエンジン起動。お前がトラビスタッチダウンか。おい、てめえ、何しておるんだ、横取りやら。トラビス、俺と戦え。名前を名乗れよ。ヘンリー。ヘンリーだと。目的はお前を倒すか。近道するのに手段は選ばない。俺も選ばねえぜ。望むとこ。はい、そこまで。ランキング戦は終了しました。まだ何も終わってねえ。これから始まるところだ。あれ、いなくなった。残念ね。その力、次の戦いまで取っといて。あいつ何者なんだ。お静かに、お静かに。さて皆さん、本日最後のプログラムになりました。カモン、恥ずかしがらずにここへ。はいはい、どうもおめでとう、ドスケベ君。お名前を教えてもらえる？トラビスタッチダウン。どう、いい名前でしょう。ほんといい名前だ。ご両親に感謝しなくちゃね。親はもう死にました。オーケーオーケー、でも気を落とさないで。希望を忘れずに生きるんだ。諦めるなよ、このドスケベボーイ。ありがとう、元気に頑張るよ。暗い。なんだ、ライトをつけろ。何も見えない。真っ暗だ、暗黒の闇に包まれる。くそ、指揮したか。マスター、今行きます。来るな。同業者同士の戦いだ。やむなまねをするな。でも忘れるな、刀と会話しろ。極めれば必ず力となる。クソ野郎。うわっ、待って。
うして男ってのは無知でバカなんだろう。まったく懲りないね、いくつになっても。バカにつける薬はないね。あんたが第三位の殺し屋なのか、なあ。あ、なんだって。あの、おばあちゃんは三位の殺し屋ですか。はい、なんですか。第三位ですか。ああ、やっと聞こえましたよ。そうですか、そうですか。よっしゃ、完成。すっとことっこいが。そうだよ、見りゃわかんだろ。バカだね、男ってのは。こんなんじゃ殺しがいがないね、まったく。やるじゃねえか、小僧。当然だ、マスターの弟子だからな。サンダーリュウはいい男だよ。まあ、あんたもかっこいい殺し屋になれよ。任しときな。これはご褒美だよ。ごきげんよう。ああ、達者でな。異常だぜ、ここは。あ、超うめえ。あ、生き返ったわ。あのさ、このイライラは何なんだ。マジでさ、殺しても殺しても全然まるでだね。許せねえ。どんだけ殺しても全然許せねえ。ムカつくんだよ。殺し屋じゃねえな、歪んだ快楽殺人者だ。本質は一緒だろうが、ねじ曲げんなよ、大事なところ。殺し屋がそんな偉いか。クソガキが生きがってんじゃねえぞ。かかってこいや。負けない、絶対負けない。俺も負けない。やった、勝ったぜ。ちょっとお聞きしますけど、お宅様殺し屋の方なの。まあ、ここだけの話、そうだよ。だったらあの子に騙されたのね。悪い癖なんです。ちょっとそれはどういう意味だ。とにかくもうこれ以上関わらないことです。は？意味わかんねえ。全然納得できねえよ。だいたいあんた誰だ。私はシルビアのママですけど。母ちゃん？そうですけど。つまり教会なんてものは存在しません。全部あの子の狂言なんです。そんなわけはねえだろう。こっちは何人と戦ったと思ってる。申し訳ないけど、シルビアはプロの詐欺師なんです。詐欺だと？じゃあ何もかも全部嘘ってことか。全てあの子が仕組んだこと。ちなみにお宅様は何位まで進んだのかしら。今のところ2位まで行った。それじゃ残りは1人ね。わかりました。せっかくですから最後まで戦うといいわ。何のために。だって全部嘘の世界なんだろ。でも男だったら中途半端は良くないわ。最後まで戦う。さあ行くのよ、最後の乱れ咲きの園へ。ようこそ我が城へ。歓迎するぞ我が息子よ。冗談は顔だけにしてくれ。冗談だと。思い出せ息子よ、全てが変わってしまったあの夜のことを。息子の目の前で私は死んでしまった。あのことを覚えていないとでも言うのか。記憶の奥底だ。誰かが俺のことを呼んでる。あれは確か暑い夏の日だった。親父とおふくろの背後に誰かが立ってた。両親はそいつに殺された。でもその顔が見えない。お前は誰だ。思い出せ。誰なんだ。よく思い出してみる。だんだん見えてきた、この顔。その顔に見覚えはないのか。見覚え
やく思い出した。何もかも。よくやったぞ、そうだ。お前の最愛の恋人だよ。今もまだ騙されやすいみたいだね。バカね。こいつが父親なわけがないでしょ。ああ、確かに。俺には親はいない。二人とも失った。君が殺したのか？そうだよ。だから殺し屋になったんでしょ？持ってたものを全部失っちまった。あの女に全部奪われた。その復讐叶えてあげる。あの女さすが詐欺師だな。いいマッチメイクしてくれるぜ。で、やっと会えたってわけよ。感謝なさい、シルビアに。ジン、ずっと聞きたかったことがある。君は何者だ？私？知る必要はない。知らない方がいいこともある。答えろよ。それは無理。無理だと？どういうことだ？理由が重すぎるからだよ。レーティングに引っかかるから無理。だったら早送りにするから答えてくれ、ジン。オッケー。それじゃあかいつまんで言うと、って感じかな、お兄ちゃん。なんてこった。君が俺の妹だとは。でも復讐には復讐だ。いいよ、受けて立つ。抜きなさい、お兄ちゃん。全ての悲しみはここで終わらせる、ジン。マスター、今よ。お兄ちゃん、お願い、殺さないで。そりゃ無理だ、ジン。こっちも辛いんだぜ。分かってるよ、お互い殺し屋だし。私も疲れたかも。ああ、ゆっくり休め、ジン。おやすみ、お兄ちゃん。次に見る夢は、いい夢だといいな。終わったぜ。ここが終着地点だ。なあ、シルビア。無理な相談です。ランキング戦は甘くないですから。ちょ待てよ。嘘だろ。助かった。なんてざまなんだ。死んだ者たちが怒るぞ。無様の死に方は許さん。そうだ。そんなものか、タラビス。笑わせるじゃないか。あのさ、一つ聞いていいか。なんだ。さっきからトラビス、トラビスって人の名前気安く呼びやがって。そういうてめえは一体何者だ。お前は双子の弟だ。なんだそれ。そんな話聞いたことねえぞ。そいや、シルビアはどこ行った。イニシンに消えてから見てねえぞ。どこ行っちゃった。シルビア。我が妻シルビアのことか。は、妻。そうだ。聞いてねえよ、全然聞いてねえよ。妻が何かとお前に迷惑をかけたようで、すまない。ああ、いい迷惑だけどよ。おかげでいろんなもんがすっきりしたぜ。あえて聞くか。どう収拾つけるつもりだ。おい、待て。最後この俺がまとめるの？マジで？主役はお前だ。俺は所詮、クールで謎めいたハンサムなライバル、アンド兄さんだ。最後に締めるのは、前の役目だろ。出口なんか見えねえ。ああ、出口なんか見えのかも。入り口しかないだろ、兄弟。そうだ、俺たちは走り続けるしかない。じゃあ出口って名の楽園目指して。そうだ、行くぜ。